ミスタードーナツ。ミスタードーナツ広報担当の、高須田正樹です。冒頭にあったようにね、今回ね、私自らね、ミスタードーナツ行って新商品をね買ってきました。今ね CM とかでもやってるようにミスタードーナツのね新しいのが出たんですよね。あのさつまいもどっていうやつで、まあ、さつまいもメインのね、まあ、ドーナツで、僕さつまいもね、もともとねめちゃくちゃ好きなんですよ。あのホクホクしたね、焼き芋とかさ、もう大好きなんでね、早速買ってきましたんで、食レポしたいと思います。で今回ね5つ新しい商品が出てて、まあ、順番に行こうと思うんだけど、蜜芋ブリュレっていうのが3種類と、焼き蜜芋風っていうのが2種類あるね。じゃあまずね、蜜芋ブリュレの1つ目、これがねさつまいもど蜜芋ってやつね。これがね、イートイン、テイクアウトで151円ね。じゃあ早速いただきます。これはまあ何にもついてないみたいなんだけど、まあオーソドックスな感じのね芋ドーナツですね。はいはいはい、すごい美味しい。これなんかポンデリング風だけど、ポンデリングじゃなくてすごいサクサクふわふわだ。これはうまいですね。これまあ早速2つ目いきましょうか。次はほんともうね、もうさつまいもにはほんと目がないんでね。これ2つ目、これはねさつまいもど焼き蜜芋風ってやつね。これテイクアウトで162円。これは多分ね、さっきのさつまいもど蜜芋にこのコーティング、砂糖のコーティングがついてるやつ、その違いだと思うんで、それでちょっと高いんだと思いますね。じゃあ早速いただきます。ああ美味しい。これはこのオーソドックスな芋のドーナツにこの砂糖のコーティングがついてるから、より甘くなってるから、より甘いのが好きな人はこっちの方がいいですね。これこれはうまい、最高ですね。まあいろんなさ、ミスタードーナツのさ新商品あるけど、どうしたらいい、やっぱ芋本当好きなんだよね。芋が最高だなと思う。じゃあ蜜芋丼の最後ちょっと、あ、これ一番高いわ。これテイクアウトで172円。これはさつま芋丼蜜芋ブリュレ、まあブリュレってこれ砂糖がこう固まってカチカチなんだよね。でこっち側は多分さっきのこの普通の芋のドーナツと同じ感じで、まあ、この砂糖のカチカチがついてるっていう違いで、これが一番高いから、なるほど、シロップを染み込ませてキャラメリゼしたシュガーを含ませましたって。ということで、じゃあいただきます。はいはいはい、香ばしいわ。これカラメルっていうか、なんかべっこう飴みたいな感じで飴がついてて、多分砂糖の量が一番おいしいから、甘いのが好きな人はこれが一番いいと思いますね。これはいはいはい、これも最高に美味しいね。なるほどなるほど。じゃあ次いきましょうか。ホクイモド、ホクイモドシリーズ、これですね。これは大学芋なんだ。さつまいもと大学芋。テイクアウト151円。うん。これはいいね。大学芋好きな人はこれがいい。多分これは、さっきのこの普通のオーソドックスなやつにこの大学芋風に甘みのね、砂糖をつけてごまを振った感じなんだろうね。では、いただきます。うん、これもうまいね。やっぱり大学芋が好きな人にとってはこれ最高のドーナツだと思いますね。うん、こんなにドーナツ食って大丈夫かよってねコメント来るかもわかんないんだけどね、ついさっきね、ゴールドジムでね
足トレでみっちりね追い込んだ後なんでね、もうそのご褒美ということでね、炭水化物の補給のためにご褒美ドーナツなんで、基本的にこういうジャンクなものをね、あの炭水化物ガツガツ食べるときは、食べる前にね、あのガンガンに筋トレで追い込んで、そのご褒美にあのジャンク食べるようにしてるんですよね。そうすると筋トレの時も、今日筋トレ終わったらドーナツ食えるぞってね、より筋トレにね励みになるってことでございます。じゃあ最後、さつまいもどスイートポテト162円。うん、これはねスイートポテトだよね。だからオーソドックスな芋ドーナツにこうスイートポテトのこれを乗っけたって感じなんで、じゃあこれ最後いただきます。はいはいはい、スイートポテトですわ。このスイートポテト好きの人にはたまんないね。このふわふわーっていうやつはスイートポテトの味で、これはやっぱ香ばしさがまた違うね他のやつとは。うん、はいはい、もうどれも最高ですわ今回のねミスタードーナツは。これ決してね案件でも何でもないんですけど、本当にね美味しいんでね、もうガチでねこれおすすめしますんで。ということで、高須田まさきのドーナツの食レポでした。ということで、いってらっしゃい。